でもあったです。お願いします。ぜひね、顔に困るだけでも覚えてもらってください。はい、というわけでやってきました。なんかよけロケーションもいい、やってきました。青空、青空ですけど、後ろうまい焼肉、青空有名店、群馬といえば、群馬のちょっと北の方には何店舗、3店舗、4店舗はい、あるんですけども、結構 CM とかでも聞いてね、いつもうまそうだなと思ってたあのお店についに潜入しました。個室をゲットしました。はい、ちょっとね、美味しそうな焼き肉いっぱい食べていきたいなと思いますので。見て、めっちゃ青空だね。いいよ、青空ですよ、皆さん、今の時代、青空ですよ。食べていきましょう。いただきます。さあ、どうします？何食べる、何食べる。もうね、これも有名らしいです、ね、上州定食。なんかね、以前は昼しかなかったのが夜も食べられるようになったよっていうので、まあ、セットって感じだよね。うん、あとこれもなんか、そう、それがね、しかも大特価になってんじゃん。この幻上ロースってのがかなり希少部位を使ってて、食べたい、すっごいうまいっていう、まあ、青空もおすすめしてるやつで、こっちのスペシャル上ロースっていうのが、青空の社長さんが一番好きな。じゃあこれがいい。あ、そうなんですね。そう、なんかね、油の部分と肉の部分の比率がちょうどいいのよ、みたい。あとこの辺のサラダも。そうね、サラダとか、ユッケもうまそうだね。サラダも有名、冷麺も有名。あとね、カルビスープとか、カルビラーメンとかも有名。食べたいね。じゃあもう今日はもう僕のおごりじゃないんで、みんな好きなやつ頼んで。おごれ。はい、それでもう来ましたよ。すごい、はい、すごい、トレーズワインから。ワイン、はい、ワインね。グリーンズフリーノンアルコールビールですね。そしてこれが噂の噂のサラダ、青空サラダ、サラダ、はい、はいはい、もう全部いきます。じゃあ紹介しちゃおう。紹介しちゃおう。これ何、これが、幻です。幻上カルビですね。幻上ロース、はい、スペシャル上ロース、スペシャル上ロース、はい、缶のいいやつ、缶のいいやつ、青空カルビ、青空カルビ、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 カルビちゃん、カルビラーメン、カルビラーメン、激辛っす、激辛。ではノンアルコールビールを。お疲れ様です。いいね、いいね。はい、どうぞ。飲み物か、それ飲み物か。うん、青空サラダはね、タレがだいぶこだわりがあるみたいな。そうなんですね。それがうまさの秘密というか。ダメなんだ。他の店もちょっと研究してるぐらいのうまさがあるらしいですよ。あ、そうなんだ。カードうまくない？カードも。はい、なんか。うまい。ちょっとチョレギサラダ風な。うん。なんかあんまりこう塩味が強いって感じじゃなくて。うん。だしが。だしがすごい。うまち塩味。はい。うまいこれ。のり効いてるね。のりいいね。うまっ、めちゃくちゃうまいぞこれ。さあ、タンからいきますよ。おお、めちゃくちゃ熱いやつ。熱いよね。石焼きビビンバでございます。いや、ジュージューつけていいね、これね。いや、うまそう。ご飯をね、大盛りにしたのでちょっとご飯の量が多い。いや、うまそうです。ケチャップとソースもついております。いや、うまそう。いや、いいっすね。これもだいぶこだわったタンらしいですからね。これはやばいな。おすすめは定期的におすすめが来るんです。タブレットが毎回おすすめを発表してきます。カルビラーメンいいね。いただきます。うん、うまっ。パン特有のちょっとシャキシャキ感もあるけど柔らかいね、これ。うん、うまっ、うまっ、うまい。あ、分厚いのに柔らかい。これはすごいわ。レベルが違う。
分厚いのに柔らかいし、柔らかいのに弾力がある。どういうこと？バランスが絶妙だね。ワインも美味しいですか？ワインも美味しいですね。肉が美味しいと。幻ですか？幻ですね。これはうまそうじゃないですか。いい肉なんてそんなに焼いちゃダメ。肉が飲める、むしろ。幻？やば、これ。お、え？クリスチャン？ね。飲めんのやばくない？これ、飲めるレベル。何？いや、口入れた瞬間分かるよ。肉が飲めるの。なるほどね。溶けて消えてくる。歯いらないね。これすごくない？こんな肉ある？飲める。飲めるの。すごく飲めるよ。飲めるぜ。うまっ。これ幻？幻。のはず。口に入れたのが幻だったんじゃないかってぐらい消えてくね。わかるな。お前そっち採用。今焼いてるのか？スペシャル上ロース。スペジョー、スペジョー、スペジョー。さあ、これはどうですか？さっきのとの違い、幻との違いが。うん、さっきよりは柔らかいけど、さっきの方が柔らかいけど、うん、これはこれでいいバランスですね。柔らかいわ。でもね、十分柔らかい。十分柔らかい。でもしっかりお肉としての食感も、あとお肉の脂身の美味しさかな。でも油すぎなくて、うんうんうん、いいね。絶妙ですね。青空カルビ。カルビです。おお。美味しそうだな、マジで。カルビいただきますよ。まあ多分ですけど牛肉ですよね。カルビ。あ、そう、ニンニクもあるからね。うまい。どう？豚？豚？牛だと。ニモさん、ニンニクを得意のニンニクを、はい、得意のニンニクを出したらどうかと。いただきます。いや、カルビうまいぞ。うわ、うまっ。うん、ニンニク結構ロケだね。うん、しっかり肉うまいね。肉との相性抜群だよ。カルビもおいしいね。あ、うまっ。うまいよね。うわ、柔らかいわ。細かい切れ込みみたいなのがさ、めっちゃ肉柔らかくしてくれる。そうだね、うん、なんかちょっとさ、いい順みたいに食べてるんだけどさ、うん、全然落ちないね。そうだね、全部うまい。こんな感想でいいのかどうかわからんけど、全部うまい。うまい、うん、焼肉ってうまいんだな。カルビはカルビでうまいわ。やっぱ焼肉はカルビだなって思わせる。まあそうですね。でもね、ハラミもありますよ、あそこに。はい、ハラミちゃんです。おー、待望のハラミちゃん。なんだかんだね、いつもハラミがうまいなっていうことになるから。美味しいよね。本当にうまい時の小声の顔ね。本当にうまい時でリアクション少なかった。あ、うめ。今までのよりもちょっとあっさりめ。でも辛味ってうまいよな。うまっ。肉感しっかり赤身って感じ、うん、なのに柔らかくてうまいな。そりゃワインも進むわ。はい、こちら大盛りライスでございます、はい、ありがとうございます。激辛ラーメン食った後に、はい、私ではありません。これはもうお米は日本人の心じゃけ。ちょっと待ってるね、お肉焼けるからね。うん。できてる子供だったら。お野菜も食べるんだよ。ねえ、お野菜ねえな。
量、一口の米の量が、あるっけ。まあそこに来るな。肉一枚に対する米の量が半端ねえな。うまいまいで。青空冷麺。青空冷麺来ました。冷麺もね、結構人気らしいですから。たくらんぼ乗ってるし。うん、これ何これ何？鳥かな。鳥っぽいね。鳥かな。でも後で島倉さんに判定してもらいましょう。じゃあこれは酢を入れないでくださいみたいな。あ、そうなんだ。うん、すごいあったりしてる。どうですか。うん。ほんと味がそんなに。うん。ないって言い方が欲しいんだけど。あっさり。うん、味。しょっぱさよりもすごい出汁の味。うーん、さあ追加が来ました。これが豚バラ。豚バラ。こちらが豚バラ。ビートロだそうです。ビートロ。島倉さんの好きな島倉さんの好きなやつ。そうだね。僕の好きなやつと島倉さんの好きなやつですね。豚バラ好きなの。豚バラが好きです。おー。豚ならね。豚ならね。豚バラうまいよね。レバー。レバー。レバー。最高のレバー。にさ、レバーってさ。味の差が出るよね。そうそうそう、お店によってね。そう、美味しい店のレバーって美味しいお店のレバーは全然違うよね。鮮度なのかな、やっぱ何なんだろうね。鮮度で間違えたのとかレバーにはなかなかうるさいですよ。そうなんだ。今焼いてんのはビートロ。ビートロとレバー。ビートロとレバーで、レバーのお味はうまい、うん、うまい、濃厚な、しっかり甘みが出る、うまい、臭みなく、そうそうそう、レバーってね、臭み出ちゃうからね。ビートロ、うん、ビートロうまい。ビートロとかあれだね、大体いつもビートロってさ、油をうまいなって思うんだけどさ、これ肉うまいんだよ。うん、こんなに油油してない、うん、肉感がうまい。あ、焦点しそうやったけど、めっちゃうまい。なんかあったなにこれ。なにこれ。輪っか冬瓜。冬瓜？冬瓜なの。なんか梨とかリンゴとかじゃない。ああ、なるほど。いや、燃え、火事が起きてるよ。火事が起きてるよ。何か入ってる。リンゴ。リンゴか。リンゴに夢中になってたら火事が起きてるよ。豚バラこんぐらいでいいんだね。炎上するぐらいで。豚バラなんてこんなもんでいいんだってっていう言葉が炎上しそうだ。豚バラをバカにしてるんですか。バカにしない。豚バラはもう強火でちょっと焦げるぐらいでいいんだって。そうだよね、焦げた香りがまたいいよね。そう、豚バラ、豚バラ通の酒井さん、豚バラが一番美味しいですか。豚バラってこんなに食べ応えあるっけ。あ、肉厚だもんね、これね。厚切りにしてるからか、食べ応え、そうね、へぇ、うん、確かになんかベーコンぐらいの薄さのイメージがあるけど、すっごいしっかり肉だもんね、これね。豚の旨みを感じる。豚肉もうめぇなぁ。うめぇなぁ。さすが牛肉と区別つかないだけあるわ。うん、どっちもうまいでしょ。だって答えがどっちもうまいになるんだもん、区別つかないやつが。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかった。びっくりした。冗談抜きでうまかったな。冷麺もさ、酒屋の後半もらってさ、食べてみたけど、確かに味が抑えめというか薄い、濃くない、言うなれば薄いんだけど、めっちゃ満足、足そうと思わない。そうなんですよ。初体験です。そうなんですよ。
味が濃いものがうまいと思ってた。芝倉さんのチャートは、うん、ご飯の味が濃い薄い量が多い少ないしかないから、軸が濃いイコールうまいだったんだけど、そうそうそう、薄いイコールうまいに出会ってちょっと頭が混乱してそんな世界があったもんね。新たな世界線がね、びっくりした。焼肉もまあもちろん美味しくて、ね、焼肉もさ、そんな差がないね。まあそうだよね、ネクランだからないでしょと思ったら美味しいわ。美味しい美味しい、人気があるの分かるわ。地元に愛され50年なのか分かるわ。先輩ですから。先輩ですね。決めます、どれがいいのかを。今回はマジでむずくて。そうだよね、全部うまいんだよね。田中さん上ロース、スペシャル上ロース全部じゃねえ。私もびっくりだったよ。幻うまかったから。レバーかったね。レバーは。そうだね、肉。レバーもレバーもでもあれは焼きかけも良かったね、酒井のね。うん、あれも。ビートロがまあまあ間違いない。豚バラうまかった。あ、豚バラ忘れてた。豚バラどうしよう。豚バラ強いんだよ。豚バラうまい。結構強い。せーの。スペシャル上ロース。何？二号は言ったか。ターンって言いました。スペシャル上ロース。キレキレけど幻。幻しい。幻はちょっと驚いた。まあまあ飲める肉ってね。飲めるハンバーグとかって。ああ聞くね。あるけど。カレーは飲み物とかね。焼肉、飲める焼肉は初めて。僕一口目、うわ飲めるって言って、うん、理解してなかったけど、うん、食べたらあ飲めるって言って、うん、飲める。びっくりしたよ。食べてみて。飲んでみてください。そうだね、うん。噛む人ないですから。口の中でモゴモゴやってたら消えるから。飲めちゃったから。うん、やばいな、ね。いや、ほんと全部曲がった。その辺がおすすめということで、はい、はい、ぜひとも来てもらってね。ね、ぜひとも来てもらいたいです、うん、でも出た出た、住所がわからないと。そうですね、なかなか来れないですから。4店舗ぐらいあるみたいだから、どこでもいいんですけど。我々が来たのはどこ。渋川バイパス店です。渋川バイパス店、本店と沼田インター店と原町店っていう中野町の方かなっていうのがあるんですけど、うん、あるんですけど、まあここのね、どうせならね、この住所を。渋川バイパス店、ここ覚えやすいですからね。こちらはですね、群馬県渋川市渋川999です。覚えやすい、すりなり、覚えやすい。ぜひとも来てみてください、はい、今回はうまい焼肉青空でいっぱい食べてみました。この動画良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。米だけでまず行く。さ、米がうまくないとダメな店ってあるよね、はい、焼肉屋とかさ。本当だよ、米がうまくなきゃダメだよ。全店そうか、米を食う店なんだもん、焼肉屋ってな。全飲食店そう、米だけは味とがっかりするよね。本当そう。